どうも、こんさこさこりっちです。今回ですね、静岡市に来ておりまして、まあ静岡市というか県内にあるお店のチェーン店なんですけどね、静岡といえば爽やかだけじゃないんだよっていうね、そこを皆さんにねご紹介したくて今日は来ております。静岡で有名なチェーン店っていうのが何店舗かありましてね、今日のお店はめちゃくちゃ安いです。めちゃくちゃ安くて嫌いな人いないんじゃないっていうお店です。行きやすいよねっていうか、もう毎日通ってもいいよねみたいな感じのところです。とにかく安くていっぱい食べられるお店、そこを今日はご紹介したいと思います。県内のチェーンをなめんじゃないよっていうことでございます。行ってみましょう。というところに来ておりましてね、すぐ向こうにはですねツインメッセがあるんですけどもね、ツインメッセとかイトーヨーカドーがあるような場所、こういう場所があるんです。はい、こういう場所の道路沿いに突如出てくるお店、こちらゴミ発見。県内に住んでいる人はねもう行ったことあると思うんですよ、ほとんどの人たちが。だってお得なんだもんね。まあ中華ですよね。そしてここにはねラーメン、そして浜松餃子、これがねまず有名なお店なんですけどもね、かなり美味しいんですよ。で安いっていうのがいいので、もうどういうものが食べられるのか、どれぐらい美味しいのかっていうのをね今日はご紹介したいと思います。行きましょう。さあ店内はですね、どこのゴミ発見もこれぐらい広々としたとてもねいい空間なんですよね。食欲そそられますよね。さあメニュー見ていきましょう。もう美味しそうじゃん。出ました、浜松餃子12個。いいですね。6個で290円、12個で550円。まあ僕はいつも12個いっちゃうけどね。浜松餃子定食もいいよね。浜松餃子と濃厚つけ麺のセットとかね、五目チャーハンのセットとか、なんかいろいろあるわけですよ。チャーハンセットとか麻婆豆腐もあるんだよと。セットの麺は5種類から選べますということでね、こういう形になってるんですけども、うわー、名物ラーメン、五目ラーメン、肉味噌担々麺、野菜ラーメン、チャーハン、マーラー肉味噌担麺、マーラー肉味噌担々麺、定番チャーシュー麺や普通のラーメン、豚骨ラーメンとね、いろいろあるわけですよ。いろいろバババババッとあるわけなんですが、一体何が美味しいんだいということになってきますよね。ちょっと食べてみましょう。頼んじゃったよと。一品もんで油淋鶏風唐揚げ、唐揚げタワーになっているよ。おいしそう。これをかけるんだってよ。ちょっとかけてみるかい。いやいやいや、おいしそうですねこれ。めちゃくちゃおいしそう。なんでこんな細長いのっていう話になってくるけどもね。浜松餃子、浜松餃子綺麗に並んでおりますね。美しいね、この螺旋が。風車形式、水車、扇風機などなどのご意見が寄せられてきております。一つだけ割ってみちゃう。餃子どんな感じなのかという、やっぱり餃子も個性があるからね。さあこちら見て、おいしそう。ぎっしりと具が詰まっておりますよ。チャーハン、おいしそうだね。ここの五目チャーハンもおいしいのよ。いやー、いい、おいしそう。いろんな具が入っていてね。もう一品いっちゃってるの、こちら
タンタン、肉味噌タンタン。いや、僕ね、この五味八珍の肉味噌タンタンめちゃくちゃ好きなんですよ。普段あんま辛いの好きじゃないんで頼まないんですけどね、中華料理屋でも。まあ、ここの肉味噌タンタンすごく美味しいの。これほら、いや、美味しそう。すごく美味しそうじゃない？いただきましょう。いただきます。ちょっとどれから食べようかな。まあまあ、ちょっと餃子からいっちゃう。はい、美味しい。パリッパリの浜松餃子。浜松餃子ってあっさりしてて何個も食べられるのがいいんだよ。お店によってはね、浜松餃子30個と白ご飯だけとか、そういうメニューもあったりするぐらい美味しいのよ。そして油淋鶏風。はい、うまい。中華料理独特のね、醤油感というか、これ美味しいよね。あ、そしてチャーハンですね。チャーハン美味しいのよ。パラパラチャーハン、すっといけるよね。肉味噌担々、これがね、肉味噌担々、この前ここで初めて食べた時にすごく美味しくてね、もったいなかったなっていうかね、すごくね、本格的なこの中華の担々の香りなんですけどね、日本人好みの担々という。まあ、多少ピリ辛なんですけど、でも全然辛くないの、本当に。やっぱこの肉味噌が美味しいのよね、ほんで。で、五味八珍って店舗がすごくちょうどいい場所にあるんですよ、いつも。あ、そろそろなんか街中で車運転しててご飯食べたいなと思った、その角に絶対五味八珍出てくるんですよ。幸せ。こんな美味しいものを食べられて、で、しかもお値段安いからね、それがすごいよね。このチンゲン菜入ってるのがいいよね、ちゃんと。で、一回五味八珍をね、行っちゃうと、そこから次の日も行きたくなっちゃうのよ。結局なんか全て安いし、美味しいしで、ね。五味八珍来るとラーメンとか餃子とかさ、チャーハンとか一気にバーバーバーって食べちゃうから、なんか自分がドラゴンボールの悟空になったような気分というかね、ワンピースのルフィみたいなね、そんな気持ちです。僕そんな気持ちで五味八珍来てます。ごちそうさまでした。めちゃくちゃ食べた。コスパがいいから、いつもの感覚でなんかいっぱい頼んで食べちゃうとものすごいことになっている。
お腹パンパンの助太郎2人登場しました。もうパンパン、本当にぜひとも皆さん行ってみてほしいんですよ。で、美味しいので、でこれ見てください。ほら、月曜日から土曜日ランチタイムで690円からっていう ね、安いですよね。さあ、ということで、静岡県のねチェーン店は爽やかだけじゃないんだぞっていうね、いっぱいあるんだぞっていう、いろいろ皆さん行ってみてください。いやー、美味しかった。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。